強い寒気の影響で、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪となり、気象庁は1日、2日から3日にかけて、冬型の気圧配置がさらに強まるとして、大雪への警戒を呼びかけています。昨年3月に震度6強の地震があった長野県栄村では、村役場に豪雪対策本部を設置して、大雪への対応に追われています。村内の仮設住宅でも屋根の上や道路に雪が高く降り積もり、除雪車が出動して連日除雪作業が進められています。また民家の2階屋根近くの高さまで雪が降り積もった場所では住民が雪下ろしに追われていました。栄村では地震で一部損壊したコンクリート製の橋が1月29日に雪の重みで崩落するなど大雪による影響が出ています。気象庁によりますと、2日朝までの予想降雪量は、いずれも多いところで、東北と北陸で80センチ、関東甲信と中国地方で60センチなどと予想されています。